最近多いなと思う質問を答えたいと思います。腹筋をできるようになりました。毎日、100回腹筋をやってるんですけど、数ヶ月経ってもお腹周りの脂肪は落ちません。100回の腹筋できるようになったのはとてもいいフィットネスパフォーマンスだと思うんですが、お腹周りの脂肪だけをターゲットをすると大したことないトレーニングとなります。悪いんですけど、ちょっとね、計算してみようか。例えばクランチ、腹筋種目クランチという種目を、100回やるとしても燃すカロリーが180キロカロリーぐらいです。一般の人はだいたい1分あたりに24回のクランチができる。で、この1分の24回のクランチやっても6キロカロリーしか燃せない。1分あたりに6キロカロリー、それを30分間やり続けてるとしても180キロカロリーぐらいしか燃えないです。大変なんですよ、カロリーというものは。スクワットね、例えばどこ行っても痩せるならスクワットしましょう。自分も言うんですけど、スクワットは一般の人は1分間あたり大体25回ぐらいのスクワットができます。で、この25回きれいなフォームでやっても燃すカロリーは8キロカロリーです。これはデータで見てます。8キロカロリーです。だからスクワットを100回やっても32キロカロリーしか燃せない。すごい世界だよ、カロリーの世界は。じゃあバーピーはとかね、バーピーいいですよね。俺もうバーピーしましょう。バーピーは普通の人が1回のバーピーかけできる時間が3秒ね。で、1分バーピーやり続けて燃すカロリーが10キロカロリー。まあ、クランチとスクワットを比べるとちょっと高め。10キロカロリー。これを1分間あたりに大体20回のバーピーができる。100回のバーピーやり続けてとしても50キロカロリーしか燃さない。ただの50なんだよ。マクドナルドのエッセサイズのフライドポテト何キロカロリーある？そのぐらいカロリーというものは甘く考えちゃダメ。一瞬で1000キロカロリー取るんだけど、一生1000キロカロリーもしかしたら燃えないかもしれない。そのぐらい、何が言いたいかというと、まず1、この部位だけをターゲットして脂肪燃焼という考え方はまずやめましょう。特にお腹周り、お腹周りだけを引き締めたいというのは難しい。全身運動をやらないとダメですよ。運動を頑張ってやっても、今計算してみたでしょ、このこまめの大したことないっていうカロリーしか燃さない。まあ運動は1時間だったり、毎日やってて、あとはその中でまあ重量をかけたり、例えばスクワットが1回で8キロかけるんだけど、例えば100キロのスクワットはまた全然違うし、で、その人の基礎代謝とかに合わせても全然カロリーの消化が違うし、まあこれは一般のデータね。トレーニングで脂肪燃焼を行うおすすめのトレーニングとしては、まずビッグ3のマスターをできること、そこそこの重量のスクワット、デッドリフト、ベンチプレス、あとは全身自重運動、ヒートなど、多くの筋力を動かせれば多くのカロリーを燃やす。なぜならば多くのエネルギーが必要です。たくさんエネルギーが必要な種目をやってたくさんのカロリーを燃やす。痩せるには8割に頑張ってほしいのは食生活。今まで体に溜まった脂肪を、体が勝手に脂肪燃焼を行われるのはカロリー不足。我々の人間の体は取りすぎちゃうと溜まっちゃうんだよ。で、少ないとその溜まった分を使う。だからカロリーの制限をして、必要以下のカロリーしか取らない生活のセッティングして、そしたら今まで体に溜まった幸せをエネルギーとして体を動く。そしたら痩せていきます。また聞いてきてね、質問。ありがとうございました。